今映っているのは、青い線が、実験データ。で、横軸が温度、縦軸が比熱、ジュールバーモルケルビンとなってまして、720ケルビン付近で装填しているというデータです。で、このデータについて、結晶の熱振動による光子比熱の差し引きのために、想定に関係ない部分、このあたりの部分について、フィッティングを行っています。見ます。で、使う関数は、デバイモデルを考慮した、赤いラインの関数です。で、この数式については、デバイ温度、ここではシーターを適当に設定して、いろいろ数式を換算して、積分をした結果、ここの列に比熱に比例する値が出るようになっています。それを比熱に換算する際は、体積あたりの粒子数、もしくは単位モル、単位質量あたりの粒子数などをいろいろ換算することになります。ここではボルツマン定数と、結晶の比重、分子量、アボガドロ定数、分子数など、いろいろ考慮して、比例係数を例えば1073としましたと。F の列が、比熱に比例する値で、係数1073をかけると、ジュールパーモルケルビンで比熱が出てくるということになります。で、目標は、この赤い、今の、計算式、数値計算の式を、青の実験データのラインに合わせる、ことなんですけれども、そのために、いろいろ未知数を設定します。当然ながら、デバイ温度、ここでは500度っていうふうに設定しますけれども、700とかに変えると、こんな感じで変わる。シータ、デバイ温度を変えることによって、比熱の関数が変わるということになりますね。今、その粒子数に相当する値を、いろんなパラメーターから、設定したんですけれども、ここで、このパラメーターを、未知数として、適当な数値をここに設定します。で、この数値っていうのが、今、H の列で、使われてまして、比熱に比例する、値に、ここ今、1200を掛け算して比熱を出しましたということになります。ですので、これを例えば、1500としたら、この赤いラインがちょっと何倍か、12分の15倍増えるんですかね。増えましたね。まとめると、このシータと係数を未知数として、この青いラインを赤いラインの計算値と合わせるということを目指しているわけです。この青いラインの実験データは今こちら側にあります。この列が温度、摂氏ですね。ここの N の列がケルビン表記の温度になってるんですかね。データ選ぶと、この紫のところがこの図でいう横軸。で、青いところが縦軸になっていると。ここから何をするかというと、青いライン、実験データと赤いラインの計算式の残差の2乗を計算します。ここに計算しますね。幸いなことに、ここの温度の値と、
実験データの温度の値と数値計算の温度の値が対応するように作ってくれてるんですよね。なので、今 108.755 ケルビンでの、実験データと数値計算の残差の2乗を、ここで入力します。108.75 度。拡大してみますか。 P の3っていうのがここですね。で、その時の温度は 108.755 度 H。 これですね。温度が 108.755 度で換算した、比熱の値が H の1090で、これを見せたと。これでいったかな。P-H P3-H の1090の2乗 P4-H の1091の2乗という感じで、残差が計算できたということですね。次にフィッティングする範囲を、決めます。ここでは仮にこの辺をフィットしています。いや、まあ、どこでも、どこをフィットしても、自分で決まり作って、どこをフィットしてもいいんですよ。はい。で、119から330までいきますね。はい。それで、足し算の範囲を決めるんですよね。足し算の範囲を。119.05 からにするか。119から330まで。これにするか。さて、残差の事情はが。ここに出てきたわけですね。これで準備完了です。データタブのソルバーを選びます。目的セルは残差の事情です。目標は最小値。変数のセルは2つ。いや、でも。あ、いった。はい、決まった。選びます。この辺に解決方法とか、まあ、近似方法のオプションがあるんですけど、そのまま解決ボタンを押してみます。
数値が変わっていくの分かりますかね。パラメータが変わるので、この関数が徐々に変わってくるんですね。で、何をやってるかというと、いろいろ2つのパラメータを制御しながら、残差の2乗和が最小になる地点を探してるんですね。で、収束されたら OK です。で、この時の数値、592.99Kがデバイ温度で、その時の係数が1221になります。で、分子数から求めた値と、まあ、微妙に違うのは、まあ、この物質が化合物で単原子を仮定していないだとか、まあ、酸素の欠損があったり、酸素が余計にくっついてたりだとか、まあ、いろいろ可能性としてはあります。まあ、そのあたりは検討の余地ありですけど、まあ、少なくともこの関数で数学的に、最小基準近似で、いろいろ計算したら、必要なパラメータが得られたということになるわけですね。